さあ、今先ほど10月19日月曜日のニュースオペレーターの生放送が終わりました。それではこの後もアフタートーク参りましょう。ピピーというわけで、何ですかそのピピーというのは。いや、なんかラグビーに延長あったっけなっていうふうに思ったんですよ。ラグビー延長ありません。やりますよ、やります。そういう時なんて言うんですか。ああ、なんて言うか延長始まるよピピーみたいな感じなんですかね。ラグビー延長あるのってどういう場合にあるんですか。ワールドカップとかは決勝トーナメント入ると同点の時は延長、10分とかね、10分で差分ですよ、ね、10分ハーフで前後半やったりとかいろいろあります。あ、そうですか。大会によっていろいろあります。はいはいはい、なるほど、一つ知識が増えました。というわけで質問届いております。はい、何でしょう。YouTube で GJ さん、コロナ禍で外国人選手そして外国人指導者は日本に来てくれますかねといただいておりますが、どうなんでしょう。村上さん、あ、もうなんか結構みんな来ますね。へ、今日本すごい人気でラグビー界では。はい、そうみたいですね。はい、はい、まあ、環境もいいし、あと国がまあ安全、まあ、コロナって言いながらもラグビー選手はみんなかかってるわけじゃないので、はい、あの海外から見ればそんな危険には感じないです、ラグビーの。そうですね、まあ、東京でね1日200人って言ってもね、パリの1万人以上とはまあ全然数字は違うわけですからね。はい、だからまあニュージーランド、オーストラリアはかなりコロナを抑え込んでるので、はい、向こうから来るにはちょっと勇気いるかもしれないですけど、うん、どんどん来ますね。なるほどね、はい、まあ、そういうの聞くとなんかもう普通に戻してもいいんじゃないかっていうふうにも思ってしまいますけどもね。だから今度の1月から始まるトップリーグはもう、はい、ワールドカップ出てたような選手がいっぱい入ってますので、これは本当楽しいと思います。あ、そう、これはちょっとぜひとも見ないといけないな。そうですね。さあ、テレビ中継あるんですか。あのペイチャンネルはやりますよ。ああ、やっぱりそっちの方か。さあ、あの番組中に取り扱えなかったんですけれども、はいはいはい、松島選手と姫野選手についてもちょっとお聞きしていきたいなと思いますが。なるほど、いかがでしょうか。松島選手はもうあの時々あのニュースであの、はい、報じられたりしましたけれども、頑張ってますね。また3試合目出て、はい、まあ、活躍したということで、クレルモーベルっていうチーム、まあ、結構強いチームなんですよね、はい、フランスですよね、はい、で松島幸太郎はね、多分全世界どこ行っても試合出られる実力がありますね。やっぱあのスピードと切れ味あるステップはなかなかいないんで。だから僕逆に松島幸太郎は海外行かなくていいって言ってたんですよ、僕。なんであんなすごかったら別に行かなくても、もうすごい日本でやってみんな人気を出してよって思って。なるほどね。彼、13番でしたっけ、12番、あの今は15か14やってますね。あ、15か14で、ウィンカーフルバックなんですね。ただラグビーの場合はボール回してもらわないとダメですよね。そうです、アウトサイドバックスって言って外側でフィニッシャーですね、どっちかというとトライする方なんで、はい、ただ彼のステップバックとか、あとキックもうまいし、はい、何でもできるタイプなんで、なるほど、松島君は何でもできますね。姫野選手はどうですか。あの姫野選手は今度ニュージーランドのハイランダーズっていう、はい、スーパーラグビーのチームに行くんですけど、はい、これはね、姫野選手のポジションで試合出るのは大変です。ああ、やっぱりって言ってしまう、はい、フォワード第3列って言って6番7番8番のところは、はい、ニュージーランドで最も層が厚いところなんですよ。でまあ言ったら190センチ100キロぐらいでめちゃめちゃ速い動きができるみたいな姫野選手も向こう行ったらちょっと小ぶりの選手になるんですよね。うわー、なるほどね。まあ、でもそこで揉まれることによってフィジカルは絶対強くなるので、その後日本に帰ってきてすごい活躍すると思います。ああ、なるほどね、はい、やっぱりフィジカル鍛えられますか、それだけ入って、はい、そうですね。あのフィメノ君はそこが多分もっともっと鍛えたいんだと思いますし、うん、あと松島君が言ってるフランスも、フランスのラグビーって世界で一番激しいと言われてるんですよ。ああ、そうですか。はい、気性が荒くてもボコボコ殴られたりするようなタフなリーグなんですよ。そこにやっぱり彼も行ってそのタフなラグビー経験して将来日本代表を世界のベスト4に持っていくための自分はそういう選手になりたいって言ってるんで。ああ、そうですか。
でなんかフランスのラグビーってもう少しスマートなものでちょっとボコボコやっちゃうのはあのイングランドのほかと思ってたんですけど、意外とかっこいいんですよフランス。リーグになると違うんですね。うちはそのリーグ本当荒っぽいです。ということで他に何か聞けますか。他に今、これですね、しげる大月さん、ヨーロッパのニュースを見ていたら政治の世界では握手の代わりに肘合わせしたりしてますねって来てますが、ラグビーでは握手はしないんですよね。そうなんです。そうですよね、今はね、今は普通はものすごい握手もするしハグもするスポーツなんですけど、今は一応しないようにしてるんです。僕それ不思議でならないんですけどね。あんだけガチガチこうなんか抱き合っといて試合中に。あとあの今関東大学ラグビーはあの、はい、メダル試合のマンオブザマッチって最優秀選手が表彰されるんですけど、はい、メダルを自分でかけるんですよ。ちょっとやだなそれは。それも感染症対策ですよね。接触しないようにってことですよね。ただあのニュージーランドとオーストラリアはもう全く普通にやってます今。そうなんだ。ニュージーランドとオーストラリア、先ほどちょっと聞いたんですが、ニュージーランドはもう観客も全く普通、4万人ぐらい入ってました昨日。それはもう密なんてもんじゃないですよね。もうでマスクも誰もしてないんですね。ただ一つニュージーランドもあのやってることはアプリがあって、はい、自分がどこの座席に座ったかとか、何時に会場に入ったとかを登録しないといけないんですよ。なるほど。そうやってもし何かあった時のための対策はすごいしてるんです。さあもし誰かが出たということがあったら、その周辺にいたのは誰であって、はい、どういうふうに動いたかっていうのが追いかけられるようになってるわけですね。はい、やっぱりそういうところはやっぱりきちんとやってるわけだ。ただ単にすごいしっかりしてますニュージーランドは。あ、なるほど、ね、でもニュージーランドからいらっしゃる選手もいるんですもんね。来ます来ます、私も先週の金曜日久しぶりに東京の池袋へコンサートを聞きに行ったんですけれども、はい、自分でチケットもぎりましたけどね。そうですよね。今入場する際チケットもぎりの係員さんは接触機会を減らすために自分でもぎってくださいって言うんですよね。チケット見せるだけで自分でもぎってこう入ったという、ジャズピアニストの山下洋介さんの、コンサートに行ってきたんですけども、隣席 2つずつ空いてっていう感じでしたね。ですからキャパが1万2000のところに対して3000人ぐらい入ってたかな。あ、そっか。あ、1万人じゃない、そんな大きくない、ごめんなさい。キャパが1500人ぐらいのところで500人ぐらい入ってたかなっていう、そんな感じです。じゃあ前の席とかも全部開けて、あの斜め斜めみたいな感じで空いてたですね。だから直接前にはあの人は座ってない、直接後ろにも座ってない、斜め後ろにと斜め前に人がいるっていう、そんな感じでした。村上さんは最近そういうところに行かれたとかありますか？僕あのちょっと前にあの吉本の福岡の劇場でラグビートークやりに行ったんですよ。はいはいはい。あそこは多分500人ぐらい入れるんだけど、60人ぐらいしか入れてなかった。そうなんだ。で前の席5列ぐらいは完全なしで、はいはい、後ろパツンパツンパツンって座ってました。お客さんが結構寂しいっちゃ寂しいですね、そういうところでやるのも。そうですね。でも本当なんかそういう、まあ、まあ今はちょっと増えてる、まあ、だってあの映画の鬼滅の刃って全席売っておるんですよね、はい、今ね。そうですね、映画館によって、はい、負けないんですよ韓国。そう、1日40回ぐらい公演してるらしいですけどね。上演してるらしいですけどね。村上さん、吉本の舞台に出るときは音楽なったんですか？え、音楽は私はあの大阪ナンバーとね吉本に出たことあるんですよ。あの平尾誠二と2人でトークショーで、僕が司会みたいな感じ で平尾誠二さんどうぞって言ったら音楽鳴らしちゃって、ふんばかぱふんばかふんばか言うの、あの吉本新喜劇の音楽でね。それでもう平尾さんがもうなんて笑いが止まらなくなって、もうだいぶあの何もできなかったのを覚えてますけど。あ、でもあの僕もそうですね。吉本の時は全部そうです。同じです。あ、そうですか。ふんわかふんわかで、あの音楽が面白いですね。ただその時僕今も覚えてるんだけど、平尾誠二さんが言った言葉で、あのいろんな質問があったんですよね、会場からね。
その時にラグビーは何人でやるんですかっていうのでいう質問があって、その時平尾がどう答えたと思います？え、そんな答え方あるんですか？みんなでやるって今もそれ覚えてますわ。もう そんな質問あるんかって私も横で言ってたんです。15人に決まってるやないかっていうのを思ったら、みんなでやるって言われたんで、ああさすがと思いましたね。まあ、はい、いろんなお話を聞けたところで、あのちなみに村上さん、あのその吉本でのトークショー、福岡でのトークショーはお客さんとかは結構なんかもうマスクして無言なんですかね？あ、でも結構笑ってましたね。あ、もうあははみたいな感じで。あ、でもみんなマスクしてました、ね、マスクはしないといけない。で、今度ね11月11日もやるんですよ。え、どこでやるんですか？その吉本の博多の吉本の劇場で。え、村上さん、僕はトーク部門に出るんですけど、ちゃんとラグビーの新喜劇もあるんですよ。へえ、何ですかそれ。ソフトバンクのスタジアムの横にあるんですけど、今新劇場が。へえ、福岡の方はぜひ。そう、ラグビー の新喜劇で何ですかそれ。普通の新喜劇にラグビー入れ込んで、ラグビーをあのストーリーに入って入れるんですよ。ラグビー選手みたいなやってるんだみたいな。で、なんかコーチが選手連れてきて、でちょっとお店の人となんか一悶着あってみたいな。へー、面白い。それが11月に、ボールは前に投げちゃいかんじゃないかとかなんか言うんですかね。で、芸人さんもちょっとタックル体験したりとか。おー、今回はちょっとそれやらないと思いますけどね。あー、なるほど。ソーシャルディスタンスですね。なるほど。でもあの去年のワールドカップ以来ラグビーのそういうあれが続いてるっていうのは嬉しいですね。そうですね、もうなんかだってコマーシャルに普通にラグビー試合出るようになったじゃないですか。そうですね、出てきますね。わかりますもんね、あ、この人って。わかります、わかります。すごいです。え、村上さん、まあまあまあ、あのちょっと最後に質問していいですか？あの結構ラグビー選手って大学から始めましたっていう方もいらっしゃいますよね。あ、まあ、日本代表で今いらっしゃったりしますよね、日本代表とかでも。あ、それは最近は大野仁志選手です ね。なんかそういう方ってあの珍しくないもんなんですか？経験が浅いのは珍しくないもんなんですかね？大野選手は日本代表で98試合出たんですけど、試合中1回もキックしたことないです。あ、そうなんですね。大野選手のラジオを聞いたんですよ、そういえば先日。あ、はい、ボール持って当たって倒れた選手をなんかこうなんか引っぺがしてみたいな、そういう仕事だけをやり続けて98試合。じゃあちょっと珍しかったんですかね、ひょっとしたら。で、いや、ラグビーは下手でもできるんです、だから。打ってるのが得意とか、ほー、スクラムを押すのが強いとかだけでも役に立つんで、だから途中から始めた人も割とできるんですよ。あ、なるほど。いや、スペシャリストなんかも体強いんで、よく言えばスペシャリスト。はい。あ、じゃあこれからあの始める人が気軽にできるって言い方も変ですけれども。あ、誰でもできます。そうですよね。ただ肩が強くないと、あんまりこう骨が折れやすいような人は本当は危ないんで。なるほど、骨格の強さも大事なんですね。頑丈な人はいつでも始めて大丈夫だと。そう考えると私あの骨格強いって言われたんで、ひょっとしたら向いてたかもしれないですね。いいんじゃない、女子ラグビー始めますか。身長ちっちゃいですけどね。というわけで、あのいろいろと、ご教示いただきましてありがとうございました。村上さん、ありがとうございました。またあのシーズン始まったらよろしくお願いします。大丈夫です。村上さん、玉木さん、アフタートークもお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。はい、どうも、さようなら。